おしゃれ。箱を作ってます。箱。いろんな箱の大きさがあります。なるほど。なんか大きやすいな。これドリル2つあると楽やな。手がなかったのかな、色塗ったりして全然変わってくるもんな、デザインが見た目がな、見えるもんな、間に合うかな。一日しかないもんね。大事、大事。あら、ね、入れる。もう硬い。めっちゃ硬い、この木。うちのと同じような木やのかな。それから先が入れるから、ね。お、高さがちゃうな、これ。高さが違いますな。真ん中どうしよう、真ん中いるかな。こんな餃子見られない、こんな餃子十分やろ、これだけ。そんな重たいの持ちだから、これも真ん中にこう入れる。どう？おい。いけそう。ほら、うまかったか。でもいい方向やな。養生テープで貼っといて。坂口さん、あれやな。
潰れてもうたからな。そう注文せな、友行のあれまた注文しても逆転やった。あれ楽天使いねえたんかな、カード。あれ真ん中、真ん中一本入れてきます。そこ抜けたな。お、おー、危ない。これ一個ちょっとちゃうな。あれこれちょっとちゃうな。確かこれはこれ。こっちでも正解だからな。仕方。真ん中にあって。まあええか。これ真ん中置いてもらうから。どうやろ。あった方がいいか。真ん中。ちょっと入れてみようか。真ん中も入れてしまう。ちょっと入れまーす。めっちゃ硬い。冷凍庫、押してる。安全や。保険。保険にしとこう。よし、オッケー。引いてるかな。あかん。こっちで来てない。忘れてる。抜けてます。どうぞ。あれせん。一二三個。三個も使う。まず真ん中。ラーメン箱な。女の子もいっぱいおるから。ええじゃん。摩擦で暑かった。抜けてます。OK。でいけるかな。 2.5 でちょっと短いかな。3にしようか。 3.5 の方が良かったかもしれない。 3.5 にしようか。でかいかな。
しんどい。力が入る。入りますけどね。